10枚食べても糖質量は 2g 程度。今回の動画は罪悪感ゼロ、食べて痩せるおからクッキーの最強レシピご紹介していきます。食べて痩せる実践法を毎日配信中です。チャンネル登録お願いします。最近糖質制限ダイエットの流行りで、小麦粉の代わりにおからパウダーで代用するダイエットスイーツめちゃくちゃ人気ですよね。高タンパク低糖質で栄養豊富なおからパウダーはダイエットだけではなく美容健康にもおすすめな食材。ただおからパウダーってパサパサ感があるので、成形や美味しい食感にすることが難しいんですよね。しかし今回いろいろなレシピを検索試行錯誤を繰り返しながら、おからパウダーでも美味しく食べられる配合にたどり着きました。小麦粉の代わりにおからパウダーにするだけではなく、牛乳の代わりに豆乳、砂糖の代わりにエリスリトールを使用することで、さらに糖質を抑えたクッキーになっています。なんと1枚あたりの糖質量はたった 0.2g 程度、10枚食べても糖質量は 2g 程度ですよ。しかもおからパウダーはダイエットに最適の便秘を解消する効果もあるんです。また食物繊維には満腹感をアップさせる効果まであるので、食事の食べ過ぎを予防する効果期待できますよ。お菓子を食べながら痩せられるなんて最高ですよね。早速作り方を実演で紹介していきます。まず最初に材料を紹介していきますね。今回ご紹介する量で、この材料、小さいサイズのものがね、だいたい40個程度ね、作ることができます。おからパウダー 100g、こちらは小麦粉の代わりなので、必ずこのようにきめが細かいものを使用してください。おすすめは概要欄でもね、ご紹介しておくので参考にしてください。エリスリトールが 70g。こちらご存知ない方いらっしゃるかもしれませんが、血糖値を上げないカロリーゼロの自然甘味料なんですね。で、こちらもおすすめのものを概要欄に載せておくので参考にしてみてください。これは無調整豆乳。私もこれ楽天で買ってるんですけど、タニタカフェオーガニックの無調整豆乳を使っています。よりヘルシーなクッキーにしたい場合は、調整豆乳ではなく無調整豆乳がおすすめです。クッキーに入れるので、無調整豆乳が苦手な方でもね、あまり気にならないかなと思います。あとは無塩バター 50g、 ココナッツオイルやオリーブオイルなどで代用できないのと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、形作る、成形しやすくするためにも、風味的にも個人的にはバターが一番おすすめです。で、こちらは、常温に溶かしておいてくださいね。卵は1個です。こちらは卵黄のみ使用していきます。バニラエッセンス少々、こちらはなくても大丈夫ですが、風味アップのために入れることがおすすめです。それでは早速作っていきましょう。1、ボウルに常温に溶かしたバターとエリスリトールを入れて、白っぽくなるまでしっかり混ぜていきます。2、次に卵を卵黄のみに混ぜ合わせていって、ある程度混ざったらバニラエッセンスを 2、3 滴加えて混ぜていきます。3、次に豆乳を入れて混ぜ合わせていきます。この豆乳の量感が結構大事になってくるんですね。少ないとボソボソになったり、多すぎると形成が難しくなったりするので、必ずここは 200ml にしてください。4、この段階だとまだ分離している感じなんですけれども、ここにおからパウダーを混ぜることでクッキーの生地に仕上がっていきます。ある程度混ざったら最後は手でこねていきましょう。生地は柔らかめな感じですね。こうよく混ざってまとまってきたら、ラップにくるんで冷蔵庫で1時間程度寝かしていきます。こうすると成形がしやすくなります。よく冷蔵庫で寝かせると固まって扱いやすくなるので、包丁でクッキーの型にカットしていきます。で、一気に食べられないかもって思った方は、まずここで生地をね、半分に切ってください。で、この残りの半分は、冷凍保存にしておくっていうのもおすすめです。7、半分半分に切った生地をですね、ラップのまま棒状でまとめて食べやすい厚さにカットしていきます。私はちょっとラップを外してカットしたんですけれども、ラップのままカットした方が、切りやすいみたいです。
もう半分も同じ要領でカットしていってくださいね。次、クッキングシートを敷いた鉄板にカットしたクッキーを並べていきます。お好みでカカオ 70% 以上のチョコをトッピングするのもおすすめです。9、これを180度のオーブンで30分焼いていきます。このクッキーを焼いている時のね、香りがたまらないですよね。はい、出来上がりました。追加でね、私は10分ほど焼きました。では早速食べてみます。焼きたてのものを楽しめるのが手作りの醍醐味ですからね。なかなか美味しいです。おから 100% とは思えないぐらいしっとりしていて美味しいです。結構ね、私の息子も好きな味だと思います。これお子様だとここに高カカオチョコを入れた方が食べやすいかもしれませんね。うちの息子はちょっとチョコ嫌いなのでチョコは入れなかったんですけれども、ぜひお試しください。もちろん一番ヘルシーなのはトッピングなしのものになってきますけれども、飽きずに美味しく楽しむためにはアレンジするとね、より楽しいんじゃないかなと思います。お茶っ葉を入れてね、紅茶クッキーにしたりとか、チョコではなくてナッツとかね、ドライフルーツをトッピングするっていうのもいいんじゃないでしょうか。皆さんのおすすめのクッキーアレンジや作ってみたよっていうね、方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄でも教えてください。めちゃくちゃ簡単なのですぐできるので、ぜひ試してみてくださいね。他にもおからパウダーのアレンジレシピをこちらの動画でご紹介しているので、概要欄から参考にしてみてください。おからパウダーダイエット小麦粉不使用生活という動画です。他にも私の食べて痩せる食事法を学んで食べて痩せていきたい方、私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からお友達追加してあなたのダイエットにお役立てください。今なら書籍やレシピプレゼント中です。ではチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。